源の森よは、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将。川内源氏の流れを組む源の義朝の六ツオ。源の頼朝の異母帝で、源の義常の異母に、とと海国カバオクリアで生まれ育ったため、カバの蚊舎、カバの伝とも呼ばれる。その後、藤原藩期に養育され、その一時を取り、森頼と名乗る。自称、樹栄の乱において、 頼朝の大官として、大軍を率いて、源の義仲、平氏追悼に赴き、義経と共に、これらを打ち滅ぼす退任を果たした。その後も、源氏一門として、鎌倉幕府において、重きをなすが、後に、頼朝に、謀反の疑いをかけられ、伊豆国に流された。武蔵国を込み、氷吉美のあたりを領して、吉美御所と損傷された。聖母は、 尊卑文脈によれば、とうとう御国池田塾の遊女とされている。池田塾は、現在の静岡県岩田市池田に否定され、乗り降りの記事とされる、伊勢神宮内空陵カバノミクリアの東隣にあたる。現在では、池田塾とカバノミクリアは、天竜川によって隔てられているが、平安時代には、天竜川は、池田塾の東側に流れており、池田塾は、 カバノミクリアと地続きになっている天竜川西岸に設けられた東海道の宿場で京都と東国を結ぶ交通の要衝でもあった。このため、遊女とは称していても実際には単なる芸能民ではなく池田塾の有力者の娘で父、義友が池田塾との関係構築を目的として婚姻を結んだのではないかと見る説もある。父、義友が廃止した。 平治の乱では、存在を確認されず、出生地の東都未国家をクリアで密かに養われ、養父の藤原半季が、東国の受領を歴任する、王法元年以降、半期の保護を受けたと考えられる。自称4年に挙兵した兄、頼朝の元にいつ参戦したかは明示した資料はないが、最初は、頼朝ではなく、出身の尊美国を中心に、 海原氏などと協力して活動して、東東美国を占拠した海、源氏安田義貞と協力関係にあったと考えられる。樹栄2年2月、日立国の死田義弘が三万余期を率い鎌倉に進軍。その進軍にゲイヤ国の小山氏が迎撃し、野木具合戦となる。のりよりは、援軍として、関東での活動が初めて資料で確認される。 小山氏の活躍により勝敗は決しており、残敵相当戦参加のように考えられるが、海原寺と頼朝との協力関係の中で、議定から派遣されたと見るべきである。樹栄3年1月、頼朝の大官として、源義仲追悼の大将軍となり、大軍を率いて上落し、先に成城していた、義経の軍勢と合流して、宇治、瀬田の戦いに参戦。 終わり国巣のまた私にて御家人らと、先人争いで乱闘になったのが頼朝の耳に届き、怒りを買っている。1月20日、よ頼は大手軍を率いて、瀬田に向かい、吉経は絡め手軍を率いて、宇治を強襲した。吉経の独断による強襲とも言われているが、よ頼軍は広く展開し、ゆっくりとした進軍をしていることから、 戦上手の今井金平率いる五百余機を乗り寄り軍に引き付けるための作戦だったと思われる。また、乗り寄り軍も強襲をすると、新軍の大義名分である吉中が西方面に逃亡してしまう危険性があり、何より京都には三万の兵士を賄えるだけの食料もなかった。吉常の京都強襲が成功すると吉中は今井金平と合流し、 北陸に逃亡を図るが、事前に察知していた、範りり軍は展開していた兵士で追跡し、甲斐、玄の一条忠頼よりがまず捕捉して、最終的に、義仲を討伐する。平家物語では義経が先に、後白河法皇の御所に駆けつけ、名乗りを上げる場面で、範り寄りは未だ参らずというセリフがある。あず鏡では、 のりよりと義経は共に、院の御所に参上しているが、これは、平家物語の方が正しいと思われる。それは、との混乱を避けるべく、のりより軍は直接に入居していなかったと考えられるからである。樹衛3年2月5日に始まった、一の谷の戦いでは、のりよりは、大手軍を率いて進軍し、また義経は一万の絡め手軍を率いて進軍した。 両軍の兵力差から見て、すでに敵主力を、乗り降り軍に引きつける作戦は決定していたと思われる。福原を本命に、強固な防御陣を築いて待ち受ける兵士に対し、乗り降り軍は、東側から正面攻撃を行い、幾多の森において激戦が展開された。この間に西側に回り込んだ、吉爪軍による奇襲によって、戦いは7日に終結し、 兵士を会場に追いやって対象する。吉経の評価は、一層を高まった。しかし還元で有名な梶原景時や、畠山茂忠などの優勝を統率した、範頼の手腕を凡昇という言葉で説明することは、できない。むしろ、頼友のな代である範頼りは、自身が前線で武功を挙げるよりも、吉経以下の敗下の諸将を指揮して、 武功を挙げさせる役割を担っていた。そのまた私で、ご家人と、先人争いをしたことをよりともに叱責されたのも、乗りよりの役割に反するものとみなされたからと、考えられる。3月、乗りよりは上落の際の乱闘騒ぎの都がで、謹慎させられ、何度も嘆きわびて、ようやく許されている。6月、乗りよりは先行により、三河守に任じられ、この守は、 名義上のものではなく研究4年8月の失脚に至るまで最高責任者として同国を支配した。現在も三河の地には乗りりの名で建設された寺が存在し政治においても高い能力を持っていたと思われる。8月、乗りりは九州新軍の任を受ける。出陣の前日に乗りり軍の将たちは頼朝から主演に招かれ馬を賜る。 この時代において、馬は貴重品であり、また、頼朝の秘蔵の馬を与えられたことから、遠征の重要性が理解できる。また九州新軍は、兵士討伐ではなく、頼朝と対立、兵士を援助する、西国家人を鎮圧し、兵士を瀬戸内方面に孤立させることである。参加した武将は、北条義時、足利義兼、千葉常種、三浦義住、 八田地下、笠西清重、小山智光、比企吉和、和田義盛、工藤助常、天野遠慶など、頼朝軍の主力武士団を揃えた。備前国富士との戦いにて、佐々木森綱の活躍で、平行森軍に侵勝し、長渡国まで至るが、瀬戸内海を兵士の水軍に抑えられていることもあって、遠征軍は、兵士の水軍に抑えられていることもあって、遠征軍は、兵糧不足などにより進軍が停滞した。 このことから、乗り寄りの戦での能力は低いと言われるが、実際は頼朝が乗り寄り軍の食料問題を解決する前に出発させたことが原因であるとされる。その理由として3万もの軍勢を計に長く滞在させることで食料や治安に問題が起きることを避けたためと言われる。乗り降りは、傍聴から一点一二月にかけて、兵糧の欠乏、馬の不足、 武士たちの不和など窮状を訴える手紙を鎌倉に、次々と送る。それに対して頼朝は、食料と船を送る旨と、地元の武士などに恨まれないこと、安徳天皇、に位に、神器を無事に迎えること、関東武士たちを大切にすることなど、最新の注意を書いた返書を送っている。特に、安徳天皇の無事は重ねて書き送っている。文治元年1月26日、 文語国の豪族、小これよしの味方などを得て、範頼はようやく兵糧と兵戦を調達し、侍どころ別島の和田義盛など勝手に鎌倉へ、帰ろうとする関東武士たちを強引に押しとどめて、数王国より、文語国に渡ることに成功。九州の兵士家人である、原田種直を2月に、武前の足裏の戦いで打ち破り、さらに、博多、太宰府に進撃した。 これにより、長と国彦島に拠点を置く兵士は背後を遮断されたことになり、兵士の後輩戦力は壊滅したのと同じであり、兵士は援助も隠れる場所すらも失い、ただ、彦島のみを拠点とせざるを得なくなった。同年2月、頼朝から出撃の命を受けた義経が、八島の戦いで勝利する。乗頼は頼朝に救助を訴える手紙の中で、 四国担当の吉経が引き入れた熊野水軍の深志蔵が九州へ渡ってくるという噂を聞いて九州担当の自分のメンツが立たないとの苦情も書いている3月24日、壇の浦の戦いで兵士を滅亡させる壇の浦合戦後、乗りよりは頼朝の命により九州に残って真剣の捜索と兵士の残存勢力や領地の処分など 戦後処理にあたる。五月の頼朝からの伝令では、従っている、御家人たちに問題があっても、自分で勝手に判断して処罰せず、頼朝を通すように注意が来ている。その頃鎌倉では、兵士追悼の道中、頼朝の意に背かず何事も、芝罰ネタネや武行としてつけられた、和田義盛に相談した乗りりに対し、 言いつけを守らず独自に行動する義経の戦王や、越見行為が頼朝の怒りを買っており、乗り寄りが九州の行政に当たっている間に、頼朝と義経は対立する。乗り寄りは9月に、頼朝に帰還の手紙を出し、海が荒れたため到着が遅れる旨を報告している。この、乗り寄りのこまめな報告ぶりも、頼朝に忠実であるとして評価され、逆に、 義経の独断先行ぶりを際立たせたという。10月、鎌倉へ帰還したノりオりは、父、義友の供養のための勝長寿院落刑供養で、現氏一門の列に並び出席している。義経は、頼朝追悼の挙兵に失敗し、同年11月に等を落ちた。その際、養父藤原藩期の実施でノりオりと親しかった、藩士は、ノりオりから兵を借りて、 義経追悼に加わっている。半期は潜伏中の義経をかくまったことで頼朝の要請により開館されている。義経は欧州へ逃げ延びた後、文治5年うる4月30日、頼朝の圧力を受けた藤原康平による討伐軍の襲撃を受け自害した。文治5年7月、頼朝自ら出陣し、欧州藤原氏を滅ぼした欧州合戦においては、 よりともの中軍に従い出征多くの原兵合戦に参加した、乗りりだが、これが、最後の参戦となった。研究元年6月28日、都の委員長官、中原康指定が、乗りりを通じて、陰天僧、藤原定長と、関東申し継ぎ、吉田常房を訴えたことに対し、よりともは訴えを全く聞き入れず、両者ともに、後部での務めを、 よく果たしている吉臣であり、このことは公害しないよう乗り寄りに言い含めた。孔忠氏の残訴の意図は不明だが、乗り寄りが中原安氏邸の仲介を行ったのは、孔忠氏の弟、中原重義氏が乗り寄りの火星機関の運営を行う、利領であったためと考えられる。頼朝挙兵に参じた頃の指摘労働は、わずかなものであったと思われるが、追悼の実績。 三河守る部員や、所領の獲得などによって、私的な主従関係を結んだ武士の数も増えていったと、見られる。また、乗り寄りと啓との結びつきの強さから、直属武力なる武士たちには、朝廷の武官職を持つ者も多かった。養父、藤原藩季は、九条か根座根の消しであり、西国遠征の際には、養父との接触にも慎重だった乗り寄りが、 くげの争いに関わったのは、何らかの事情があったものと考えられる。同年11月の頼朝上洛に従い、頼朝人大納言の敗賀で仙具を務める。この時の上洛で、源氏一門の源の広綱が仙具に選ばれなかった、ことを理由に頓生したことを、広綱の使いから聞いた頼朝は、行列の仙具は、後白河院が定められたわた。 三州は兄弟であるので他の者には順次がたく、このことは、相模州以下も承知していることだと述べている。修善寺温泉上の乗り寄りの墓研究4年5月28日、蘇我兄弟の仇討ちが起こり、頼朝が撃たれたとの誤報が入ると、嘆く政子に対して乗り寄りは、後には、それが死が控えておりますると述べた。この発言が頼朝に、無本の疑いを招いたとされる。 ただし、政子に、無本の疑いがある言葉をかけたというのは、掘れ期間期にしか記されておらず、また、蘇我兄弟の事件と気象文の間が2ヶ月も空いていることから、政子の虚言、また陰謀であるとする説もある。8月2日、則リは頼リへの忠誠を誓う気象文を頼リに送る。しかし頼リはその情中で、則リが、 源の範頼と厳正を名乗ったことを過分として、せめて許さず、これを聞いた範頼は老狽した。十日夜、範頼の家人である、大馬太郎が、頼朝の真女の下に潜む。気配を感じた頼朝は、結城ともみつらに、東馬を捕らえさせ、妙朝に質問を行うと東馬は、起承文の後に沙汰がなく、しきりに嘆き悲しむ三州のために、形勢を伺うべく参った。 全く陰謀にあらずと述べた。ついで乗りよりに問うと、乗りよりは覚悟の胸を述べた。疑いを確信した頼朝は、17日に乗りよりを伊豆国に流した。8月17日、伊豆国主善寺に遊兵される。あずま鏡ではその後の乗りよりについては不明だが、保冷期間期、北条九大期などによると中殺されたという。 ただし、中殺を裏付ける資料がないことや子孫がご家人として残っていることから口述のような遺説の背景になっている。8月18日には、のりよりの家人らが館にこもって不審な動きを見せたとして、結城ともみず、かじわら三田ときし、日田田らによって、直ちに討伐され、また20日には、蘇我兄弟の同福の兄弟である。 原小次郎という人物が乗り寄りの縁座として処刑されている。菱沼和則は処刑された原小次郎が乗り寄りの老頭であったと推測し、蘇我兄弟の仇討ちのきっかけとなった兄弟徳道氏の所領争いに乗り寄りが何らかの関与をしていたと推定するとともに、事件の際に日立国久次軍の御家人が頼朝を守らずに逃亡した件や直後に発生した。 滝き美紀の挙兵などの日立国の混乱が、日立国内に影響力を持ち同国の御家人たちの、調整者的な役割を果たしていた乗り寄りに対する、政治的責任問題として浮上し、その結果として頼朝が乗り寄りに対して何らかの、権威を生じさせたのではないかと推定している。ただし、それは、権威の範囲で止まったことから、乗り寄りやその謹慎が処分されても、 のりよりのこの処分には至らなかったとしている。吉見町御所の意気触りん、石戸川の桜、のりよりの死去には異説があり、のりよりは、修前寺では死なず、越前へ落ち延びて、そこで生涯を終えた説や、武蔵区に横見、郡吉見の、吉見観音に隠れ住んだという説などがある。吉見観音周辺は現在、吉見町大和座御所という地名であり、 吉見御所と尊称されたのりよりにちなむと伝えられている。尊卑文脈、吉見ミ図などによると、のりよりの妻の祖母で、よりともの乳母でもある、引きにの嘆元により、この半窓か、源明は除名され、その子孫が、吉見氏として続いたとされる。神奈川県横須賀市にある追浜という地名の由来は、 鎌倉方から追われた範りがここに上陸したためと言われておりその際に現地の者たちにかくまってもらった例に自分のカバの字を与えカバヤと名乗らせたという言い伝えがあるこの他に武蔵国足立郡石都宿には範りは殺されずに石戸に逃れたという伝説がある範りの伝説に由来するカバの桜は大正時代に 日本五代桜の天然記念物に指定され、日本五代桜と呼ばれる。いずれも出家している。乗り寄りに当てた同日付のとも書状の文面の記録がある。その内容は請求な攻撃を控え、天皇、神義の安全な確保を最優先にするよう念をしたものだった。一方、吉爪が出陣したのは頼朝書状が作成された4日後であり、八島攻撃による、 早期決着も、よりとも書状に記された、長期戦構想と、明らかに矛盾する。吉田恒夫さが、老中が追悼に向かっても成果が上がらず、乗り売りを投入しても情勢が変わっていないと追悼の、長期化に懸念を抱き、吉爪を派遣して、死を決するべきだと主張していることから考えると、八島攻撃は、吉爪の、自戦であり、 兵士の反撃を恐れた、飲酒編が後押しした可能性が高い。平家物語でも義経は自らを、一員のご死と、名乗り、伊勢義盛もりも、を受けたまってと述べている。これらのことから、頼朝の命令で、義経が出陣したとするのは、兵士滅亡後に生み出された虚構であるとする見解も、ある。この説に対して、 出陣には一定の準備を要することや京都における、頼朝の代官であった義経が頼朝の許可なく、持ち場を離れることは恋なんで、頼朝も、鎌倉から近藤国平と、中原久常を義経の代理として派遣している、ことから、頼朝からも何らかの命令を受けていたはずであるとする、説もある。なお、近藤、中原の両名は後に、九州に向かい、 鎌倉に帰還する乗り寄りから九州の処理を引き継いでいる。ありがとうございます。